まあ、僕が普段ロボットをデザインするときに、なんとなくそのシンプルで、でもなんとかちょっとだけこう懐かしい感じもあるような丸みを帯びたデザインをするんですけども、この船も結構共通するデザインテイストなのかなと思ってます。この先にその自動運転化をしていきたいなと思って、まあ、この水面の画像を学習させて、で通れるところ通れないところ、例えばその橋桁があるとか岸があるとか他の船がいるとか、あとは障害物が浮かんでるとか、まあ、そういうものを認識させるっていうことをやっていて、でその次に、まあ、あのそれに対してアラートを鳴らしたりとか、さらに先になると自動でこの辺のこうハンドルを切って、まあ、船がこう自動で勝手に動くと、そこまでを目指してます。まあ、どんどん今ね、その船でも新しいテクノロジーが入ってきていて、自分自身で生み出した技術であったり、また世の中で生まれてきた技術をどんどんそこにこう実験的に投入していって、まあ、安全に、そしてラグジュアリーにクルージングが楽しめる、まあ、そんなこう船が作れたならば、なんかもっともっとこう皆さんが水辺の楽しみってものを知っていただいて、そこにだから私が今までやってきたデザインであったりとか、そのロボット技術であったりというものが生かしていけるんじゃないかなと、そう考えました。もちろんね、和船にしかない長所っていうのはあるはずで、なんかそういうものを知っていきたかったし、和船は和船としてこうずっとこう発展してきて、でそこにどうやってこう、どうしてこういう構造になっているのか、まあ、それをどうやって作るのかっていうのは非常に興味がありましたね。こんにちは。すいません、今日はいろいろよろしくお願いいたします。私あの代表の佐野です。よろしくお願いします。高橋です。で弟のミノルなんですけども、で私の息子の、達也、この前10代目、私たちが9代、はい、2人で9代目。基本的に私は一人の人間が担当して、一、はい、人の人間が作ってるんですよ、はい、で他の、まあ、2人が補助してくれて、はい、っていう形で作り上げるもんですからね。でじゃあ他にスタッフはいらっしゃらなくて3人だけです。ちょっと簡単にこの工程を教えていただきたいんですが、あの辺の模型も気になりますし、そうですね、そのなんか設計図がどんなものなのかとか、まあ、あとこれがこの船の10分の1の、はい、あのハーフモデルなんですね。美しいですね。
これ大きな木を削ったんじゃなくて、これ一枚一枚がラインズのウォーターラインからできてる、はいはい、なるほど、積層させて、そうです、はい、これ手で削っていくんですか。そうです、そうです。大体私たち図面3枚ぐらいなんですよ。図面3枚で船を作っちゃう。一般配置図って言って、まあ、中の配置、はい、それの図面と、はい、それからまあ横断面図っていうか断面図ぐらいしかないです、はい、また頭の中にある。そう、あ、そうですか。それで世界に一定の船を作るんで、はい、私たちにしてみれば一発勝負なんですね。ね、まあ、試作艇を作っていろいろやってやるっていうんじゃなくて、だけどそれへんは皆さんに言われるのがよく不思議だねっていうのが、それでこの性能が出るのって言われるんですけど、まあ、そう経験なんでしょうね、うん、やっぱりその経験に基づいた勘とかそういったもの、はい、で結局一人の手の兄弟でもその考え方があって微妙な違いがありますから、だからちぐはぐなものができちゃうとまずい。一つ人間が最後まで、で最終的に自分の作ったのは責任持ちたいじゃないですか。はいはい、分かります、非常によく分かります。ものづくりってやっぱりその辺が原点かなとは思うんですけどね。基本的に和船っていうのは、はい、この板が、はい、そこに敷っていうのがあって、これカジキ、はいはい、で要するに1,2,3,4,5枚の板で構成されている。あ、ここはこれで1枚なんですね。1枚なんです、全部1枚。あ、細かくこう張っていくんじゃなくてベターっと大きいもので、大きな板を曲げて始めた。フレームがないんですよ。はいはいはい、こう洋型船というのはフレームに対してフレームを作って、それに対して板を張っていく、細かなものを張っていく、はいはいはい、ですよね。で和船というのは基本的にその大きな板を張るんです。だからこれそこはフラットなんですか。フラットです。メリットは何なんですか。まず大きな曲線の板を曲げることによって無理なカーブが取れない。すごくラインがおとなしいから抵抗がなくて、路でも漕いでもスーッと走る。なるほど。水の流れが非常にいいですね、はいはい、で基本的にその木を曲げるってことで、一つのものを曲げることによって無理がない。こう和船を作ってみるとこういう船になんか役立つノウハウがあったりしますよね。やっぱり木のいきなりというか曲がりなりで、基本的にこの材料杉とかヒノキなんですけど、丸太で買いますよね。それでそれを製材するわけです。すると木っていうのは真ん中をズワッと割るとこういうふうに揃うんです。背中の方にこういうふうに、はいはいはい、でそれを船の右舷左舷に持ってくるわけです。この木の曲がりを。なるほどなるほど。結局釘つくる職人さんがいないんですよ。もう需要がないから、銅のね、帯板を熱して、はい、それでこういう釘にするんです、叩いて。銅をなますと柔らかくなるんで、はい、すごい熱く柔らかいうちに加工しちゃって、はい、で釘の加工に一石600本大体使うんですよ。うちの親父ね、これなくて釘なくて困ったなって言ったらね、バカ言うな、お前自分で作りゃいいだろって言われちゃって。でこの釘っていうのは要するにもうそうやって四方で摩擦で止まって効いてますから、はい、さっき言ったようにドリル切りで穴開けちゃえばその中は穴になっちゃう、スカスカですね。そうじゃなくてこうやって広げて、はい、そこへ釘を入れてしまうから、はい、木が戻る力になって、はい、なるほどね。だから全部基本的には木が戻る力で作ってるんです ね、 ですね。やっぱり今じゃないけどやっぱりちょっと無理すると曲がってしまうとか、そういったいや、いいはずだかなと思ってやるんだけど、その辺のそのやっぱり数やってこないと分かんないっていうのが面白いですね。
まあ、今乗ってるこの船は江戸前の和船、いわゆる江戸っ子の川遊びに使う船なんですね。それが基本の船なんです。だから贅沢にこう銅板を多用したり、見た目音の江戸っ子の粋さ、これを出すための船なんです。だから漁師さんが魚を取ったり物を運搬したりとかって、そういう船ではないんですね。それで日本橋周りの河川をこうね、めくったというのに使った船ですね。それであとはまあ、その隅田川の花火、川開きですね、その時に観覧船として使ったというのが経緯がありますね。はい、体制的にはそう、こっちそうですね、そうですね、そう、順手、そして、はい、こういうふうにやって返して、こう、で船の方向を見て、例えば、はい、こっちにうんと寄ると、こっちの左に持ってくるんですよね、はいはい、こっち力を入れると押されるんですよ、ちょっと後ろ前見てなきゃいけないので、水面でどれぐらい使ってどう動いてるかっていうのは目視で確認できてないので、そこが難しかったですね。多分水泳とかでも一緒ですけど、こう水をかいて推進力になってるなと思えるこう時はなんかこう気分がいいですし、なんか進んでるのがやっぱり体感できるので、水をちゃんとかけてるなっていうのが分かるのは楽しいところですね。これは昨日の釘を打ったと埋めた。ここにこうちょうどこうハギ地が、どこがハギ地か分からない。そうですそうです、そこにぴったりくっついてるんですけど、そこにハギ地があって、昨日の打つところをやってるんです。これ分かんないですね、どこでついてあるか、うん、あでもこの辺だ、ここなのかな、うん、多分そうですね、多分ここですよね。一応すり合わせっていうのをやってるんで、だからぴったりくっついてると思います。僕はね、普段やっぱりそのエンジンのついた船に乗ってると、なんていうか、まあスピードは出るし、ね、その風もなんかこう気持ちいいけども、でもなんていうか、騒音とか振動とかがね、ちょっとこう、なんかだんだん耳障りになってきたりすることがあるんで、そうです ね、だから自然の力を利用したり、まあこれは人力ですけども、やっぱりそういう無理のない動きっていうかね、なんかとこ、なんか自然に対抗して無理に走らせてるっていうのとは違って、ね、自然とこうマッチングしてるっていうか、身がね、そうですね、そういう雰囲気がすごくいいと思います。いいですね。無理やりね、水を押しのけたりして走ね、走るとなんかまあそれはそれでダイナミックだけど、だから私たちはやっぱりこう和船は日本のね、船作りの原点だし、だから結局共通する部分、昨日も言いましたけども、要するにその木を曲げて船の形を作っていく、でそれが非常に、まあ、外国にない日本の良さじゃないのかなとは思いますけど、和船ってのもやっぱりその使う人たちがいて、あの形があって、だからあの作り方があって、でね、それがこうなくなりかけたり、またね作られるようになったり、まあ、ロボットもそうなんだろうなと思いますね。まあ、ロボットの作り方も役割もこう進化していったり、また変わったり、また見直されたりっていう、そういうことなのかなと。人の暮らしの近くにあるテクノロジーっていうのは、まあ、そういう意味で共通するのかもしれないですね。まあ、必ずね、今回のそうやって見てきたもの、学んだこととか受けた感覚というかインスピレーションみたいなものが多分自分の中で消化されて、それをね積み重ねで、で今の自分があって、自分の作品があるのかなと思うので、ね、目に見て分かる形なのか、そうじゃないのか、ひょっとすると自分自身でもそれ気づいてないのかもしれないけど、何かのそのアウトプットになるんだと思いますね。